アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。ゾウザでございます。先日、内藤さんと、どんぐりさんの考古マネージャーをめぐる戦いについての動画を出したら、奇跡的に、佐々木さんからアンサーをいただけました。佐々木さん、そして、マネージャーの皆様、ありがとうございます。それでは、動画を見ていただきたく思います。正直、嬉しくて仕方ありません。では、その、内藤さんが、どんぐり侍さんに、喧嘩を宣戦布告をしたと。それで、その宣戦布告をしたからには、要はそれは、おそらく、考古マネージャーの取り合いなんだろうと。ああ、で、そのアウトロー伝説さんが疑問に思ってたのは、はい、いやそのどんぐり侍さんとしてね、はい、まあ内藤さんと戦うのは結構リスキーじゃないですか、うん、内藤さん、まあどんぐりさんも鍛えてるとはいえ、うん、まあまあまあ実現するかどうかはちょっと他の問題もいろいろあるんですけど、はい、アウトロー伝説さんが気にしてるのは仮にそこで勝ったらちゃんと進展があるのかと。進展？はい、仮に高校マネージャーの取り合いって言うんであればね、はい、そこで勝ったら進展があるのかと。それは、ね、オス同士の勝手な争い。あ、その要するに勝った人間は選ばれるか選ばれないかは、はい、それはもう自分の腕ですよ、はい、まず勝たないか、はい、その選ばれる権利も得られないんですよ、はい、選ぶか選ばないっていうとそのまでにも立てられないってことですよ。あ、女心はね、はい、あの山の電気より変わりやすいから。ああそうですか、はい、そのアウトロ伝説さんは進展が見込めないんだったら戦うだけ損じゃないかみたいな見解を出してて、うん、それについてはどうなのかなと。いや、これはあくまでこの高校誌をめぐって勝手にこう争い始めたから、はい、そういう風になったっていうだけで、はい、本当の目的はそこではないですから。ああそうですね、はい、そういうことです。男の意地ってことですか。そうです、そうですね、わかりました。佐々木さんのおっしゃる通りだと思います。男の意地ですね。私は力も弱く何の取り柄もない人間なので、女性をめぐって戦える男気を持つお二人が本当に素晴らしく思います。そしてネタということもすくかなからずあるとは思いますが、それでも、巡るということは、それだけ、考古マネージャーに魅力があるからだと思います。確かに、ライブ中に内藤さんが暴走しそうになったのを、冷静にさせるなど、見た目の美しさだけでなく、器量のある女性だと思います。今後、さらなるライバルが出現しそうに思えます。すでに、ライブのチャット欄でも加熱するシーンもあります。さて、このバトル、さらには、ラブストーリーはどうなっていくのか。それも、楽しみです。それでは、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。